こんにちは、助産院バブバブ助産師の久子です。はい、今日はですね、妊娠9ヶ月から臨月にかけての前後陣痛についてお話ししたいと思います。頑張らんで適当で、チャンネル登録よろしくね。新着動画の通知が届くよ。はい、いただいている質問を読みたいと思います。臨月に突入した初マタニティです。もともと仕事がハードでお腹が張りやすく、リトドリン、子宮収縮抑制剤ね、リトドリンを内服していましたが、産休に入ってから張りはそんなに気にならなくなり、医師からもう必要ないよと言われ、リトドリンを卒業していました。35週の夜中、横になったら胃の内容物がぐーっとこう上がってくる感じがあって、眠れず、晩ご飯食べ過ぎたかな、逆流性食道炎かなと思っていました。で、気分が悪くて寝つけずにいると、頻繁にお腹が張っていることに気づき、陣痛アプリで測ってみたら 3,4 分に1回の程度で、張りが1時間ぐらい続きました。痛みはなく、普段の張りと同じ感覚でした。で、破水や出血はしていませんということですね。この針の頻度は異常やなと思い、産院に電話し受診しました。 NST とっても針が4分ごとに出ていましたが、赤ちゃんは元気そうでした。内診では経管長は34ミリ、子宮口は固く、まだお産にはつながらないだろうということで、針止めの皮下注射をしてもらって、もう一回 NST をして、針が収まるのを確認して帰宅許可が出ました。針が収まって赤ちゃんも元気そうで安心しましたが、あの針は何やったんやろうと疑問が残っていて、すっきりしません。この時お腹で何が起こってたんでしょうか。それとお腹の針の前に毎回胃がキューッと引っ張られる感覚があり、苦しくなります。それは何でなんでしょうか。はい、ということですね。これがまさしく前駆陣痛でございます。前駆陣痛って言われると、その、ね、陣痛の前駆やから、なんかもう臨月入って、もうお産が近くなってから前駆陣痛っていうのが起きるんかなみたいな感覚があるかもしれないんですけど、早い人はもう妊娠9ヶ月ぐらいからこの前駆陣痛って結構頻繁に来るんですね。なんか横持ちはね、なんやらかんやらヒックス収縮っていうね、忘れた。ええわ。そういうのがあるんですけどね。これね、妊娠9ヶ月ぐらいになったら、もうだから32週ぐらいから、もうお腹の中では本陣痛の予行練習がたまに始まるのね。で、子宮が収縮して、ちょっと練習しとくなーって、子宮が収縮で赤ちゃんもぐーって押されて、おー、この感じで、オッケーオッケーっていうのを、ある程度練習を積んでから、その1ヶ月、2ヶ月先の本陣痛につなげていくということがあるので、もう9ヶ月ぐらいになったら、もう普通にガンガン張ってきますわ。はい。で、結構ね、その陣痛アプリでね、測ってみたりしちゃうね、これ、初産の人特に。ほんならね、結構ね、夜です、これね、またね、陣痛来るの。これ、なんでかっていうと、人間は動物やからね。お産っていうのは、こんな真っ昼間の人がいっぱいいる、敵、まあ言うたら敵がいっぱいいる、いつ襲われてもおかしくないところで、明るい人がいっぱいのところで、ね、いきなりお産始まったら、こんな無防備なことないでしょ。人間の本能としては、動物だからね、暗くて静かで、こう洞窟みたいな、そういう環境の中で密かに敵に襲われない状態で分娩っていうのは集結するっていう、そういう本能があるわけですよ。陣痛っていうのは大抵夜間に起きることが多いんですね。前駆陣痛って、まあ、昼間はねバタバタ動いてるから気になりにくいっていうこともあるんですけど、夜っていうのはこう横になっててすることがないから、どうしても神経がお腹に向きやすいっていうこともありますね。だから張りを感じやすい、意識をしやすいっていうこともあるんですけど、大抵だから前駆陣痛、普通の本陣痛もそうだけど、夜間に感じることが多いです。陣痛アプリでね、計算したらほんまに5分ごとに張ってたりとか、え、これ定期的やんみたいな、痛みは止まってないけど明らかに張ってる、それが でも10分間隔を切ったら病院来いって言われたしみたいなね。ならもう
いやあ陣痛やったらどうしようみたいになってもう寝れなくなってもう陣痛アプリともうにらめっこみたいなことになったりすんねんけども、あの前駆陣痛っていうのは結構ね、あの定期的に10分を切った感覚で何分ごとぐらいにポン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 ってこうやって張ってきたりっていうことあります。だけど特徴として前駆陣痛は、彼女の場合は痛みは伴っていなかったと書いてありましたけど、痛みを伴うこともあります。ちなみに私今妊娠31週なんですけど、来週からようやく9ヶ月入るとこなんですけど、夜になったらもう時々痛みを伴う前駆陣痛を感じています。おー腰の辺からなんかあーお腹生理痛痛いぐらいの感じなんですけど、はい、お腹張ってきてで痛みを伴う子宮収縮、お腹ガッチガチになってっていうのが頻繁にもうすでに来ています。でこれ初さんより K さんぽさんの方が感じやすかったりするんですけどね、あの何回かやってるからね、本陣痛を経験してるからっていうこともあるんやけど、だからそんなんね、あの痛みを伴ってないんやったら本陣痛とちゃうしね、陣痛でも何でもないし前駆陣痛やから、そんないちいちもう陣痛アプリ持ってきてにらめっこしてたらほんまの陣痛始まるまでまたこれ35週でしょ、これ彼女ね40週まであと5週間1ヶ月ぐらいあるわけですよ。その1ヶ月間言っとくけど多分毎晩のように張ってきますよ。前駆陣痛毎晩来るよ。そのためにアプリで困難してにらめっこして社員に電話してみたいなことしてたら本当のお産始まった時もヘロヘロなってますよ。もうそこに力温存しとかなあかんからね、あの問題になるようなあの子宮収縮っていうのは別にお腹張って定期的に来てても構わへんねん。それが明らかに生理痛みたいな痛みを伴い始めて、その痛みがどん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 強度を増していく、明らかにさっきよりも今の方が痛い、その次来たやつもっと痛い、痛み明らかにどんどん増していってるやんっていう状態の時は35週であっても本陣痛である可能性があります。痛いな、痛い、痛い、でも張ってくるたんびに痛みの強度は同じっていう場合は前駆陣痛やと考えてもらって、アプリなんてほっぱからかしてもう寝れるんやったら寝ようぐらいの感じでいきましょう。はい、気がついたら寝てますわ。で朝を迎えて、ああ何やってんやろ昨日も前駆やったわみたいなね、そんな感じになりますので、いちいちそんなに一喜一憂しなくていいです。あとは出血したりとか破水したりっていう場合はもちろんね、あの病院に行かない、お産やからね病院に行かないといけないけど、そういうことがないんやったら単なる子宮収縮、定期的な何分間隔の子宮収縮、そんなん9ヶ月やったら当たり前にある、これが前駆陣痛。お腹が張ってくる前に胃とか、あとなんか呼吸器っていうんかな、肺とかなんかこの辺がこうキューって押さえつけられるような感じになって、あーなんか嫌な感じって思ったらお腹がぐーって張ってくるっていうのはよくあの皆さんが表現されますね。あの子宮が収縮するんだけども、それと同時にやっぱ内臓全部やっぱつながってますからね、あのいろんなところになんか違和感、こうドキ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 ってしてくるっていうような人もいますね。あのお腹が張ってくるっていうだけじゃなくて、そういういろんなところになんか違和感みたいなのを感じるっていうのもよくある話なので、あの別に異常でも何でもないと思います。単に前駆陣痛が35週で起き始めてるよと、お産の準備が始まってるよって、走行しながらちょっとずつちょっとずつ子宮頸管、子宮の入り口が柔らかくなっていって、赤ちゃんが降りてきやすい状態を少しずつ準備が始まっているよっていう風に捉えてもらったらいいかと思います。一回こういうのあると毎晩のように来るからねって思っといてね、でもう一回言うと、本陣痛の場合は痛みを伴い始めて、それがどん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 強度を増していきます。痛みをあったとしても強度が増してこない、同じレベルの痛さのやつのお腹の張りがグングングンとくる、これは前駆陣痛だと考えてもらって、いちいちアプリなんかで測らなくていいですっていう感じで、どんと構えましょうね。臨月なんか入ったらもうほんまに毎晩のように来ますよ、そんなもん。そうやってお産はちょっとずつちょっとずつ進んでいくというふうに考えてもらったらいいと思います。はい、12人目妊娠中助産師久子の子育て学校、チャンネル登録してぜひ入学してください。